今日は島に行きます。今日のカメラ女子は東原ゆうきと井上舞で小木島を散策しながら撮影します。今回はニコンさんから機材をお借りしております。今日ゆうきが使うのはニコンの Z50 です。今日は 16mm から 50mm のズームレンズを今日は使っていきたいと思います。私が使うのはニコンの Z5 です。私は35mm の F1.8 を使って本日撮影していきます。今着いたばかりなのでこの港近辺を撮っていきたいと思います。レッツレッツゴー。ちょっと水を生かして撮ろうと思ってバシャッてしたいな。今から撮るのはここになんか水があるんですけど、これをバッてしてカシャッて撮りたいと思います。映えるかな、わからんけど。うわ、いいかも。できた、やった成功しました。じゃじゃん、出るのかな、ダンいい感じです。じゃあこの辺撮っていきます。どうですか。私は初心者ですので今日はプログラムオートで撮っています。露出補正だけ教えていただいたので頑張って明るさ調整だけしていきたいと思います。こんな感じですね。じゃーん、誇張したら鬼とかに行っちゃったので、タッチシャッターで撮っていきたいと思います。行きます。うわーすごい、うわーいい感じ、かわいい。じゃあ次は、はい、私が撮ります。はいじゃあここに座ってもらっていい？左、こっちのオレンジで。いいね、いいね、いいね。めっちゃかっこつけるんで、ゆうきちゃんに超かっこよく撮ってもらいます。マジで頑張る。かっこいい、どうしよう。めっちゃいい感じ、やば。そう、めっちゃいいと思うんだけど。上手、めっちゃかっこいい。天才、そんなにかっこいい。天才、一目 F が、なんだろう、ピントを合わせてくれるので自動でめちゃくちゃ簡単に綺麗に撮れます。めっちゃいい感じに撮れた。今から島の集落散策していきたいと思います。レッツゴー、行きましょう。撮ってる人撮ってる。楽しいね。ゆうきのさっきの撮った写真は、ほら、あ、すごい。でもね、これ、うん、階段にピントいっちゃったから多分。ちょっと、ほんと？あ、ほら、ピント合ってない。猫がおる。まんまる。かわいいね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 。あ、お尻、お尻、お尻、行かないで。すごい、ピント合う、これ。びっくりした。
小木島は集落の中にたくさんアート作品がありますので、カメラ持ってると一日楽しめます。イエーイ。今から行きます。じゃあここに桜があったんで、桜と一緒にゆきちゃんを撮っていきたいと思います。あ、いいね、桜見るのも可愛い。猫を見つけたので撮っていきたいと思います。カメラの設定を動物の瞳 AF に変えて撮っていきたいと思います。瞳 AF で撮ろうと思ってたら猫に逃げられてしまいました。ビエンビエン。で、今からレンズを 35mm からこちらの 50mm に変えて撮っていきたいと思います。じゃ絞りを 1.8 にして背景をぼやかして撮っていきたいと思います。あ、いいね、今の表情かわいい。めっちゃいいよ、すごい、なんか透明感出てる。あ、かわいい。そうそうそう、ぼやけ撮るのすごいね。 50mm に変えただけでさ、ゆきちゃんだけピントあって、周りのさ、すごいね、めっちゃぼやけてさ、めっちゃなんかエモいよ。エモかった。エモ写真がすぐ撮れる、この初心者でも。すごい、お風呂だよ。やったやばい、すごいよ、この写真。あの、さっきもさ、行ったとこでさ、このポーズしてたよ。え、ほんまに？違う子かな？同じ子かよ。え、怖いわ。めちゃくちゃ、もうビコ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 。猫の瞳 AF すごい反応します。あ、さっきの写真ね。こっち向いてごらん。これすごいぞ、いっぱい撮れた。よいね。かわいすぎる。かわいいな。今チルトモニターで猫の目線でカメラで撮ってます。めちゃくちゃ可愛いです。やってみて。抜け感が出ます、背景に。今からこの子を撮るんですけど、後ろの黄色い鼻をちょっとぼやかして、ちょっとめっちゃふわふわした感じで撮りたいと思います。猫の中が見た。首気持ち可愛くない？え、これめっちゃいい。え、可愛いよね、これ。え、これめっちゃいい。本当に？嬉しい、なんか。え、めっちゃいい、すごい可愛い。さっきまで使ってたのがズームレンズだったんですけど、それをまいちゃんが使ってた 35mm のやつに変えて撮ってたんですけど、もうめちゃくちゃ天使みたいに猫ちゃんが映るんです、これ。なんか、朝正面から撮りたい。イメージは、朝ドラです。ちょっと待って、明るさ調整でした。甘いか撮ります。あ、かわいい。え、マジ朝ドラ来るよ、これ絶対。いやもうかっこいいっすわ。すごい、これもかわいい。あ、ほんまや、それ好き。スマホと違って背景とかがすごく綺麗にぼやけてくれるから、なんやろ、なんか全部うまく撮れた感じになるから欲しくなりました。欲しい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 欲しくなるカメラ。簡単なのにスマホよりもエモい写真が撮れました。今日はニコンのカメラを使って小木島で撮影をしてきました。イエーイ。ニコンのこちらの Z5 を使わせていただいたんですけども、私いつも携帯で写真を撮っていたんですけども、
その全然映えないのが悩みで、でもこちらのニコンのカメラを使わせていただくと同じ画角でもめちゃくちゃ写真が映えました。今日使ったのは Z の50なんですけど、 Z5 と比べたら軽くてなんかすごい女の子でも持ちやすいなと思いました。今日撮った写真はこの後どうぞ。今日の写真はどうでしたか？チャンネル登録お願いします。